さあみんなのトミカとプラレールの楽しい世界が始まります。すごいです。また楽しくなる。トレーラーやスタンドも大きくなるよね。すごいです。すごい。何かまた新しいものを作っていそう。そうです。工事はどんどん進んでいます。ただいま未来派スタンドハイパートミカスタンド建設中。いらっしゃいませ。遠慮満タン。おお、これはなんとなんと。21世紀はもうすぐだし、デザインや遊び方も変わるのです。準備 OK。これは変わったトレーラーだ。そう、これも未来派。いやいや、これはいろいろ遊べそうで面白そうで、すごい予感。さすが未来派、結構やるもんだ。タンクローリーを開くとガソリンかと思いきや、シューターからトミカが飛び出す。ルーフスロープを伸ばせばハイパートミカスタンドにドッキング。お見事。僕は今日から駅長さんという楽しい名前の大きな駅。ポイント切り替え OK。 電車通過安全だ。信号機 OK。 駅がどんどん高くなる。いろんな列車が走りまくる。新幹線ステーションです。未来を感じます。700系新幹線がぐいぐい走ります。700系新幹線初めて見た。僕ものすごく欲しいよ。駅もどんどん進歩発展して、プラレールはゴーゴーゴーです。
潟タウンにお店が増えた。イエローハット、僕の部品は全部揃ってる。ファミリーレストランスカイラークにデニーズ、明かりもついて美味しいお食事、家族揃って食欲もりもり。富岡タウンに立体駐車場もできました。おや、カード式ゲート、カードを差し込んでゲートオープン。おうおう、本命はこちら二段式リフトの立体駐車アクション。このオートパーキングゲートを駐車場にセットすればもっとすごい。あらら、オートで開く。そう、赤外線センサーで感知して自動的に開閉。新しい信号機、これも赤外線センサーなのです。リアルな自動アクション。モータートミカも赤信号で停車、青信号で発車します。いろいろ働いています。結構
機関車トーマスのビッグローダー、機関車トーマスのお出かけ立体バッグ、どこへでも持って行けてどこでも遊べる、こりゃ楽しいよ。機関車トーマスの仲間たち全員集合。つながるお出かけ立体マップ。お出かけ立体マップとつながってしまった。キャンプでも海水浴でもご一緒にどうぞ。ピッカピカのスカイライン GTR のパトカー、他にもいろいろ新車が増えたじゃないか。みんなの幼稚園バスセットも増えました。モータートミカも走ります。トヨタハリアー、トヨタランドクルーザー、プラド、いすゞ B クロスも会長です。4種類もあるトミカサイズの RC トミカ。僕はノア、ハンドルのボタンでスタート。僕はハリアー、全身バックスピン。おっとっと、バックスピンの連続で目が回る。トミカタウンでしょう。テーブルでも、モータートミカ道路でも4台同時に走れます。ハンドルコントローラーでサーキット気分。人形遊びポケモントレインセット。トレインが止まると、うわー、モンスターがぴょこぴょこ顔を出す。楽しい世界です。ポケモンバスも登場。ポケモンジェットセット、空の旅をお楽しみください。臨海副都心といえば、なんといってもゆりかもめ。イベント会場へ一直線、デートスポットなんだって。おいおい、
ールがなくても遊べちゃいます。緊急連絡、緊急連絡、ただいま大雪のためエル特急走ることができません。至急ラッセル社の応援を、大雪大変だ。ラッセル社どうしよう。思い出いっぱい詰め込んで親子で一緒、みんなで一緒、すごいぞすごいぞ、お父さんお母さんありがとう。